いや、だから私たちには予定が。まあそう言わずに、アポロちゃんたちに命を救われて何にもお礼をしないなんて。それに申し訳ないんだけど、うちまでの道でまた魔物が出たらと思うと。ああ。なあ、これは何かの罠とかじゃないよな。それはない。確かにあのご婦人は私も知っている。それに私は黒騎士として過ごしている間、鎧を外したことはなかったからな。今の私の姿を見て帝国の黒騎士だと気づける者はそう多くはない。ところでさっきの話、後で詳しく教えてくれるのよね。案ずるな。それより今は話を合わせておけ。下手に大騒ぎした方が面倒だ。さあさあ、こちらですよ。うちに着いたらどんなご馳走を出してあげようかね。ちゃん、ん？なんだい？あのエルステ王国の王女様、オルキス様ってどんな子だったんですか？そうだね、そりゃもう元気で明るい子だったさ。あの頃はビオラ女王が国を治めててね、その一人娘だったんだけど、けれども気取らないいい子でね、女王陛下と一緒によく町を回ったりして。オルキスちゃんが ねえ、それじゃあアポロニアさんとは。ああ、二人は年も近くって、そりゃもう仲良しでね。ほらアポロちゃん、覚えてるかい？あのお祭りの日に二人してうちの店へ来て。忘れたな。そうかい。ともかく二人は姉妹みたいでね、可愛かったもんさ。おいおい、こりゃ一体どういうことなんだ。わかんないわよ。もう私にはよくわかんないってことしかわかんないわ。明らかに私たちには何か重要な情報が欠けているようだ。だな、オルキスちゃんが王女様だの、黒騎士と年が近いだの、何がなんだかさっぱりわからねえ。これが兵士たちの守るこの町の秘密だってのか。娘のことだってのに、俺にはこんなに知らないことがあるんだな。ともかく今は待ちましょう。あの子もついにいろいろ話す気になったみたいだしね。
伝承の風鈴よ。はっ、やりました。よし、はい、行くぞ。精霊のご加護に感謝します。二人は本当に仲が良くてね。けど、あんなことがあって、あれ以来この国は変わっちゃってね。大事なものをたくさん失って。だからアポロちゃんもこの国を離れたんだろう？そうだな。私にとっても、あれは大きなきっかけだ。しかし、私は失ったままでいるつもりはない。失ったすべてを諦めはしない。取り返すため、すべてをあるべき形に戻すため、私は戻ってきたんだ。黒騎士、念を押すようだが、必ず全てを説明してもらうぞ。分かっている。遅かれ早かれこうなることは覚悟している。貴様らには知る権利がある。それを奪うつもりはない。だが、これは私のわがままでしかないのか。今この場は話を合わせてほしい。必ず話す。それは約束しよう。しかし、真実は全ての者に聞かせるわけにはいかないのだ、黒騎士。さあさあ、もうすぐですよ。もうちょっとだけ頑張ってちょうだいね。さあ、話してもらおうか、黒騎士。貴殿の知る真実をな。そうだな。どこから話したものか。まず、私がアウギュステの出身だということは、どうやらすでに知っているようだな。ああ。それでどうしてこの島に知り合いがいるんだ？そう焦るな。確かに私はアウギュステで育ったが、それは随分幼い頃までだ。そう、ちょうどそこの小娘くらいの年か。その頃に私の母が亡くなった。母が亡くなった時、
その男は島にいなくてな。身寄りを失った私はアウギュステ経済特区の支援を受け、特待生としてエルステ王国に渡ったの。エルステはこのファータグランデ空域でも有数の長い歴史を持つ国だったからな。星の民襲来以前より続く王国は歴史を学ぶには最高の環境だった。当時の彼女は嫌に幼くてな、最初は私よりも年下だと思ったくらいだ。しかしそれゆえに純真で明るく、私にないものすべてを持っていた。年が同じでもこうも違うのかと驚いたよ。そして同時に妬ましくもあった。だが彼女がおごることは決してなかった。誰に対しても分け隔てなく優しかった。よく笑い、よくはしゃぎ、よく食べ、隣にいるだけで元気になれる、そういう子だったんだ。ブルキスちゃんが、彼女のご両親ビオラ女王陛下たちも私に優しくしてくれてな。私は一生かかっても返しきれないほどの恩を受けたい。オルキスと共に過ごした年月は間違いなく私の中で最も幸せな時間だった。女王陛下たちから受けた恩、彼女と過ごした幸せな時間、私はそれを決して忘れない。だから私は彼女、オルキスを取り戻すためならいかなる犠牲も払う。そう決めたのだ。昨日の話、いろいろ気になっちゃってよく寝られなかったわ。寝不足はお肌の天敵よ。レディを目指すのなら覚えておかなくちゃね。それに今日こそはあの王宮に乗り込むことになるでしょうね。油断はできないわ。気を引き締めて進みましょう。黒岸さんが話してくれたことは全て真実なんですか？もちろん。オルキスについてはあのご婦人も言っていた通りだ。じゃあ一体オルキスちゃんには何があったんですか？そうか、それをまだ話していなかったな。だが残念ながら私もあの日あの場所には居合わせなかった。何かがあったというのだな。あのご婦人の話では10年ほど前だったか？そうだ、10年ほど前のある日、オルキスのご両親は死に、彼女は今の人形のようになった。オルキスはあの日以来成長が止まり、心を失い人形のようになってしまった。おいおい、何が起きたらそんなことになるってんだよ。聖少獣だ。聖少獣に絡んで事故があったらしい。らしいというのは？私が駆けつけた時にはすでに全てが終わっていた。私は後になってその場に居合わせていたフリーシアから全てを教えられたのだ。表向き女王とその夫、すなわちオルキスの両親は国外で事故死と報じられ、その一人娘のオルキス王女は行方不明ということになっている。そう国民には知らされている。
けど実際は行方不明ではなく、今のオルキスちゃんになって帝国にかくまわれてるってわけね。そうだ。そして私はあの日以来、必ずオルキスを元に戻すと誓ったのだ。あとのことは貴様らも知っている通り、挙句フリーシアに裏切られ、今に至るというわけだ。それが黒騎士の目的だったのね。アポロ、お前そんなこと。ん？けどよ、元に戻すったってどうやって元に戻すんだよ。案ずるな、方法はある。だがそのためには今のオルキスが、あの人形が必要なのだ。今貴様らにその方法を話すことはできない。だが少なくともあの人形を取り戻すということでは、今の我々の目的は一致している。私有を決するならば人形を取り返した後だ。まずは進むぞ、あの王宮へとな。おそらくな。どうだルリア、何か感じるか。今のところ何も。なんだお前らは。その青い少女どこかで。さすがにこの周りには帝国の連中もいるってわけか。そうか、貴様ら指名手配の。悪いが、ここは通してもらうぜ。俺たちはその王宮の中に用があるんでな。よし、これであとは乗り込むだけか。いや、まだだ。来るぞ、構えろ。何？あの兵士たちは威嚇のために置いていただけだろうな。このゴーレムこそがこの王宮の真の守護者だ。チッ、まだこんなデカブツが残ってやがったとはな。老いぼれの身には連戦は厳しいか。けっ、バカ言うんじゃねえ。年季の違う戦いってやつを見せてやる。あの女がここの守護を任せるくらいだ。このゴーレムは間違いなく強い。油断するなよ。
任せてくれ。この地に息づく精霊よ、力を。天も恐れぬこの力、とくとご覧あれ。なんにも怖くないわ。ここからが勝負って。はい、はい、セーハー、よし、はい、はい、はい、よし、はい、よし、はい、試してみたいギミックがあってね。それで今度こそあとは乗り込むだけか。けどどうして兵隊さんじゃなくてわざわざゴーレムを置いてたのかしら。簡単な話だ。エルステの王宮の守りは昔からゴーレムが担うと決まっている。ゴーレムという存在はエルステの民にとって誇りの象徴でもあるからな。ん？どういうこと？かつて星の民が襲来するよりも以前、ゴーレムの製造で栄えた国があった。その時代ゴーレムは最大の戦力であり、国は栄華を極めたそうだ。しかし星の民の襲来により、ゴーレムは最強の兵器の座を星漿獣に明け渡すことになる。千年以上も前のエルステの古い昔話だ。エルステ王国ってそういう国だったのね。そうだ。だからゴーレムはエルステにとって欠かせない存在なのだ。さて、無駄話が過ぎたな。もう障害はない。このまま王宮に乗り込むぞ。おそらくだが、フリーシアが待ち構えている。決して気を抜くんじゃないぞ。